トにニュースが流れてきた。血まみれセーラー乗り切る前後、たちまち心がネットの打ち切り。危ないですから離れてください。そのセリフが集合の合図なのにな。バカ騒ぎした奴らが本みたいに取り巻く脱めたアスフォルトに流れるアンチの何とも言えない傘が綺麗で綺麗で泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ。何も知らないブラウカの外側で生きて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 いた。生きた証の外地は何も知らない大人たちに2秒で拭き取られちまう。立ち入り禁止の広い程度、ドラマでしか見たことない。そんな言葉が飛び交う中で今彼女は一体何を思ってるんだろう。遠くで遠くで泣きたくなったんだ、泣きたくなったんだ。長いはずの一日がもう遅れる。生きて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 いたんだよな。新しい何かが始まる時、消えてくなっちゃうのかな。今命を精一杯生きなさいなんて綺麗事だな。精一杯勇気を振り絞って彼女は空を飛んだ。鳥になって雲を掴んで、風になって春が解け、希望を抱いて飛んだ。生きて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 